は74試合投げられて、3年目には侍ジャパン WBC にも選ばれたということなんですけれども、世界大会ってどういうものなんですか？そうですね、プロ入って2年目でやっぱ74試合投げて、そこからやっぱこういろいろと見てもらえるようになって、はい、やっぱ日本代表に選ばれるって、で自分としてはそんなの絶対にないだろうと思った、はい、選ばれたら本当に結果出すしかないし、もう日本の代表として本当に選ばれた時はすごい嬉しくなったし、プレッシャーはすごいありましたね。日本代表として、チームではプレッシャーはありますけど、日本代表してやっぱ打たれたら日本国民みんな見てるじゃないですか。私もちなみに見に行きました。オランダ戦に伺いました。オランダ戦ちょうどあれですよね、バレンティンとかです。はい、ホームランがありました。バレンティンが、バレンティンがそうですね、やっぱその時チームメイトだったので、はい、そうですよね、すごい意識をしてて、はい、出番があってバレンティンとかに投げに行って、はい、しかもあそこで打たれたのが逆転の場面だったんですよ、はい、そこでやっぱこう、バレンティンもね、配球とか分かってるよ、自分のこと。そうですよね、同じチームメイトですから、チームメイトだったので、はい、だからもうなんていうんですかね、いつもしない配球みたいな、裏の裏を確認して、だいたい多分バレンティンスライダー待ってたんですよ、はい、それを多分待ってたんですけど、自分は首振ってチェンジアップにして三振取れたので、多分あれスライダー行ってたら行かれてました。本当にそんな感じがしました。同じチームだからこそ分かる、はい、いつもと違う感じ。そうですね、やっぱやりづらいですね、やりづらいです、同じチームっていうのは。これこう日本代表ならではじゃないですけど、そこでこう仲良かった選手とか、まあ、仲いい選手っていうね、最初はやっぱ本当に自分も2年目とか3年目だったんで、他球団との選手でこう仲いい人全然いなくて、その時テストが山田テストがね、いたんで、やっぱチームメートだったので一緒にこう話したりはしましたけど、でもやっぱ意外と行ってみたらピッチャー同士でこう仲良くなったりとか、で自分が行った時は結構年齢が自分より上の人、宮西さん、平野さん、で牧田さん、増井さんとかもいて、結構年が上の人が自分と近い人がいっぱいいたので、結構、はい、話してもらえたり自分からも話しやすかったので、結構ピッチャー陣はいつもいる時間が多かったんですけど、はい、話しやすかった、仲良くなってっていうのもありますね。観客の声ってどういうふうに思いながら投げられてるんですか？自分的にはすごいうるさい声投げやすいですね。そうなんですか、はい、で今って、まあ、去年とか自分もそうだったんですけど、コロナになってからお客さんが入んなかった試合とかあるじゃないですか、無観客とか、あの試合シーンとしてるじゃないですか、でそこで投げるってのはよくないっていうか嫌なんですよね。いや投げづらいですよ、投げづらいですよ、本当に嫌で、しかも自分投げて声出して投げるんですよ、無観客シーンとして声めちゃめちゃ響くんですよ、そういうのがあるんで、自分はもう満員で投げてると方が気持ちよくです。なるほど、はい、福井の試合にもたくさんの方に足を運んでいただいて、前の中でね、そうですね、前の中で投げていただくところみたいですね。試合数もかなり多くて体負担になるかなと思うんですけれども、どのようなケアなどされますか？そうですね、まあ自分でもうねケアするしかないと思うので、トレーナーいますけど、やっぱりトレーナー一人しかいないので、みんなやっぱ見るので、自分も一人でケアっていうののをしっかりやらないといけないと思うので、自分は今提供してもらってる会社がありまして、はいはい、ドクターエアーさんがいろいろとね道具を提供してもらってて、はい、ストレッチポールの振動するやつを自分に足にやってストレッチするとか、はい、あとはこうねリカバリーガンといってこういう当たるやつ、はい、今流行ってるじゃないですか、ガンのやつ、はいですかね、あれを家でやってこう、はい、疲れてるところにやったりとか、はい、そういうのとかは家でやってますね。やっぱりそういうところをやっていかないと体の疲れって、しかももう30過ぎて、はい、やっぱ疲れが取れなくなってくる年齢なので、やっぱりそういうところはねもう自分で、はい、やらないといけないと思う。お食事などは何か気にされてる部分あるんですか？食事ですね、そうですね、自分で今ずっと毎日、ね、自炊として大変ですね、作ってますけど、いや大変、すごい大変ですね今までがありがたかったのかなっていう思いしかないですね、はい、やっぱりでもなんか肉だけとか茶色いものばっかじゃなくて、やっぱりこう野菜を取ったり生野菜とかそういうのは取るようにしますね、はい、ちなみに勝負飯何かありますか？勝負飯、自分のね知ってるお店があって、そこからお肉をこう送ってもらって、はい、それがすごい美味しくて、そこの焼肉屋さんがで、そこのお肉を
分けてもらったので、はい、1人前パックにして、はい、それを、はい、あの嫁にやってもらって、はい、それを凍らしてあるので、はい、解凍してそれやってるんですけど、それがすごい好きだよっていうのが、せせりと皮なんですけど、味付けがもうピリ辛作られてるんですよ。味がついて揉まれてて、それを送ってくれるので、はい、もうそれがいつも好きで、もうそれでもしかも簡単なんですよね、はい、解凍した炒めだけなんで、それは一番好きですね。それと野菜とご飯を召し上がる感じですか。味噌汁で最高っす。それだけです最高ですね、はい、福井に来て10日というところなんですけど、福井のご飯何か召し上がりましたか。そうですね、この間三国の港に行ってきまして、はい、田島さんっていうところですかね、の海鮮丼食べてきました、はい、いやめちゃめちゃうまいですね、やっぱこっちの海鮮丼は。いいですね。あとやっぱカニですか、前回ですよね、うん、そうですね、はい、もう召し上がりましたか。一回だけ行ったんですよ、はい、めちゃめちゃ高いですね本当に高いですね、高いですね、高いです、はい、そう、全然お願いします、したいです、ね、先生行っていただきましょう。お願いします、はい、頑張ります、お願いします試合前ルーティーン、今日選手何かありますか。そうですね、やっぱナイターの試合とかがあると、はい、後ろで投げてるとやっぱ8、9時に投げることが多いので、遅いですね、はい、ちょっと眠くなったりとかするので、はい、カフェインを入れようと思ってレッドブルーを飲んでます、はい、あとはルーティーンとしては自分爪は絶対磨いてますね。すごい、はい、今近くで見たらすごく綺麗な手をしてらっしゃる、まあ、この指だけなんですけど、なんですけど、あの割れたらやっぱピッチャーって投げれないじゃないですか、はい、やっぱそこはね大事にしないと、一番気を使わないといけないところなので、はいはい、爪だけはヤスリはもう自分で持って、はい、自分で毎日気をつけます、投げる前に。球場入ってからとかはありますか。何か球場入ってから、まあ球場入りします、はい、であとは練習するじゃないですか、はい、で練習終わって、あの試合開始まで大体1時間ぐらいあるんですよね、はい、でそこはもうね食事取って、あとはもうジャージ短パンとか入って、はい、スリッパでロッカーずっと座って携帯いじったりとか、はい、で試合始まってからトレーナーに治療してもらって、はい、7回8回に合わせたり、はい、そんな感じでいつもやってました。試合前はかなりリラックスされて。そうですね、リラックスめちゃめちゃしてますね、試合前のロッカーと、はい、あとはブルペンにいるともう結構オフにしてますね、こう試合やっぱずっと1試合スイッチオンにしてたら持たないんですよ、はい、3時間試合あるじゃないですか、はい、気持ちずっとで持たないので、はい、投げるときはちゃんとスイッチを切る、それ以外はスイッチを切る、そこは自分はやってましたね、はい、NPB ではやっぱりリリーフのスペシャリストというイメージがかなり強いんですけれども、福井でも同じ役割をしていくんですか。そうですね、自分的には後ろで、はい、もう後ろね1イニング2イニングになるかもしれないですけど、投げるのはもうこのオセアンリーグの日程としたら、まあ、全部投げる気ではありますね。やっぱり、はい、土日が試合がメインなので、はい、まあ、連投することは全然今までやってきたことですし、3連投でやってきてますし、はい、で2連投してまた休みがあるじゃないですか、平日は、はい、試合日程的には自分は60試合で全部投げる気でいます。投げてほしいです。そうですね、はい、皆さん、はい、お越し球場お越しいただけたらほぼ確実に秋吉選手見られるかもしれません。そうですね、はい、頑張って投げたいと思います、はい、今まで NPB で相性があったかなって思うんですけれども、秋吉選手は対ラスビー、ラスビー、はい、どういう相性を聞いていたんですけど、はい、こちらの相性ってご自身どう思ってますか。まあ、あのファンの人がすごい似てるとか、まあ、チームメイトがめちゃめちゃ言われましたし、はいはい、そこはまあ、あれかなと似てるのかなと思う、はい、福井でもやっぱり同じ名前で呼んでいいですか、それとも別の名前考えた方がいいですか。別の名前あります。後輩からとか、なんて呼ばれてるか、はい、年下から、え、今の福井のとか、あの、NPB 時代とか、え、普通に今は秋吉さんで、さすがにそうですね、はい、え、今まで、あ、NPB で、はい、ナッサンとか、ナスだけど、サンをつけてナスサンとかはいましたね。じゃあ同級生とか先輩からはナスって呼ばれてるんですか。そうですね、ヤクルトの時はそうやって言われてたんですよ。ナスは上の人があんまりなかったんですよ。宮西さんと金子さんと鶴岡さんしかいなかったんで、その3人は秋吉って言われたんですけど、下の後輩の方が、はい、
那須アンっていう、分かるじゃん、はいはい、大使だったり、はいはいはい、の感じでした。なるほど。だから福井のファンの皆様に何て言っていただくのがいいですか。何よりかそうですね、逆に決めてほしいですよね。決めてほしいですよね。何だろう、普通のケウさんに言うんですけど普通に、それでは皆さん普通で大丈夫ですか。普通に、はい、普通に秋吉さんと皆さんで応援しますと本当に今球種っていうのは、はい、まっすぐスライダーチェンジアップ、まっすぐスライダーチェンジアップで、スライダーを2種、あ、左のインコースに投げるとき、インスラ投げるときに、あー、ちっちゃめのスライダーだと真ん中に入ってインスラじゃないですか、はいはい、だと真ん中だから結局バッター打つ時、はいはい、真ん中じゃないですか、でもそれをインコースからインスラ投げたらデッドボールになるじゃないですか、はいはい、それを調整するために小さいスライダーを投げる、あとはチェンジアップ、うん、チェンジアップの左の外と右の外と投げ分けました、うん、球種が3つしかないで、まっすぐスライダーチェンジアップ、うん、だからそのうちの2つをうまく似たような感じのやっぱ速いのとちょっとスライダーと投げ分けてます、ね、はい、今の若い選手を見てると球種増やそうみたいなピッチャーって結構多くないですか。そうですね、なんかこうかフォーク落ちるボールとか、そうですね、ボヨとか、うん、まあ覚えるのはね、試してキャッチボールでここで使えそうだったらそのまま投げればいいです、うん、逆にこう秋吉さんは球種絞ってきたからこう活躍できたのかなっていうところもあるし、自分の投げ方的に変化球、スライダーとこれしか投げないんだから逆にこうシュートとかツーシーム系の、はい、ツーシームはねずっと覚えたいなと思って、今でも覚えたいです。右のインコースとか右を覚えてくるやつ、はい、でもまっすぐで強い球行けばシュートするんで、あ、それはそれでありかなと思って、はい、それはやっぱ投げたいですね、ツーシームはえぐるの、はい、そしたら外がやっぱスライダーも効いてくる。そうですね、はい、今日はなんと秋吉さんのお気に入りの道具をお持ちいただきました。ご紹介お願いします。はい、自分のこだわりはグローブです。まあ、自分はずっとね SSK さんにお世話になっててアドバイザーとして提供してもらってるんですけど、自分のこだわりはグラブの大きさですね。やっぱり普通の多分ピッチャーよりは小さいと思うんですよ。で自分はやっぱサイドストローなので、まあ、体が開くんですけど、でかいともっと体がやっぱ持ってかれちゃうので腕がで小さいの方が扱いやすかったので、はい、最初はやっぱり風呂入った時はでかいの使ってたんですけど、小さい方が使いやすいなということで徐々に変えていって、今これが一番フィットしてるのでこれ使ってます。あのグローブが小さいとよくその球種がバレやすいみたいな、ああ、はい、あるじゃないですか、はい、その辺は心配なかったんですか。そうですね、別に特に自分的にはセット入るときここで入るので、はいはいはい、見えないと思うんですよ。あ、多分よく言われてるのがフォーク投げるピッチャー、そうですね、ここが普通がこのぐらいだったら、はい、フォーク投げて広がるんですよ、ね、ああ、いますよね、はい、そこはやっぱこうあるのかなと思うんですけど、はい、自分はフォーク投げないんで、チェンジアップ、チェンジアップ、はい、チェンジアップだと、まあ、スライダーとチェンジアップと変わらないんですよね。はいはいはい、それだからそこまででかさは変わらないんじゃないかな。あとこだわりはウェブですかね。あれですよね、あの多分オリジナルですよね。オリジナルですね、 SSK さんがオリジナルで作ってもらって、はい、リョウっていう名前になってて、で、まあ、王のとこはナスになってる。こちらはナスになってる。自分は何も言わなくても SSK さんはこうしてくれました。メーカーさんも、はい、もう分かってると。なるほど、そうですね、あのファンの人も、はい、SSK さんも、みんなもう自分のことなすと思ってるんですね。で、それで一回紫のグローブ作ったんですよ、はい、で、それ使おうかなと思って、紫に紐緑作ったんですけど、さすがに30になってるおじさんには、あのグローブはマウンドでの恥ずかしいなと思って。そうなんですか、ちょっと残念です。あれは恥ずかしいですよ。何かもしイベントとかが、あ、はい、イベントとかあれば、はいはい、今度持って、そうすね、行きますよ。ぜひちょっと夏色のグラブを皆さんで見ましょう。はい、持ってきます。見たいです。はい、わかりました。お願いします、はい。なんと皆さん、ここで秋吉選手がサインを書いてくださることになりま
日ツイッターの方で詳細をお伝えさせていただきますので、皆さん要チェックです。